はい、ということで早速席に着きましてメニューをポチポチしていきます。鳥貴族はいい意味でいつ来ても安心安定のメニュー揃いでホッとするよね。なんといっても今日はね、値上げ前の駆け込み鳥貴族ということで気合を入れて選ばせていただいております。と言いつつね、いつもの自分の中で安定のスタメンたちを最初に選んじゃうんですけども、今日はね、締めからデザートまで駆け抜けようと思います。てかさ、この辺のさ、鳥貴族の貴族焼きたちってめちゃくちゃでかくない？そして大好きな煮卵がなくてピエンでした。タッチパネルのメニューよりさ、こっちの手元のメニューの方が見やすかったりするんだけどさ、このふんわり山芋鉄板焼きはね、もうみんな大好き。これは絶対頼みます。カマンベールも美味しいよね。てかさ、鳥貴族さ、前までさ、メガネモンサワーってあったっけ？期間限定のビッグサイズだって。最高。はい、ということでメガサワー来ました。と、枝豆、なんかちょっと量少ない。まあいいか。ではでは、乾杯。無限にいける。めっちゃ久々の鳥貴族だからマジで楽しみ。じゃーん、ちょっと焼き鳥たち到着しました。うまそう。じゃーん、これがですね、まず鳥貴族焼き桃タレスナズリです。いただきます。ちょっと砂ずりからいこう。いただきます。うん、うん、安定の砂ずり。お次はね、貴族焼きいきます。私これワンチャン初めて食べるかも。でも本当1年ぶりぐらいかもしれん。最高。このタレよね、鳥貴族って。このタレ、塩も美味しいの。しかも鳥貴族焼きってめっちゃでかくない？これで350円2本で。タレが染みる。マジでさ、鳥貴族ってさ、でかいよね。なんで？なんかさ、ちょっと来ない間にさ、新メニューとか新しいメニューが結構出てるから、後で頼んでみよう。でもなんか一個さ、悲しいのがさ、なんか煮卵めっちゃ好きだったの、鳥貴族の。鳥インフルエンザの影響でさ、煮卵がさ、ないの、原料不足だって。もうこれは仕方ないよね。鳥貴族の煮卵マジで好き。わかる人いるかな。いつ来ても美味しいよ。なんかさ、鳥貴族来るとさ、絶対これは頼むみたいなやつあるじゃん。みんなは何ですか？私はね、ピーマンの肉詰め。マジでここのピーマン肉詰めめっちゃ好き。毎回頼むってわけじゃないけど、なんかさ、めっちゃ人気のやつあるじゃん。なんだっけ。あー、山芋の鉄板焼き見切れてる。注文して待ってる間に食べる。これぞ時間の有効活用。私さ、めっちゃさ、このネギが好きなんだよね。このネギマ系の何が好きかって、この
しなしなのネギネギが好き。うまっ。監修おかわり。はい、ということで第二陣のおつまみたち到着しました。美味しそうだぜ。まず大好きな、なんだっけ、軟骨の唐揚げからの、これはもうマスト商品です。あれ、これさ、塩だったんだ。タレで頼めばよかった。ピーマン肉詰め焼きと、じゃーん、もうみんな大好き、みんな老若男女大好き、山芋の鉄板焼き、いただきます。あ、おかわりもらいました。軟骨の唐揚げ、うん、揚げ物にも合うのよ、最高。でこれはね、もうつまみながら、お菓子、お菓子じゃないいただきます。うん、ありがとうございます。うまっ。私さ、タレしか食べたことなかったんだけど、塩はさ、これポン酢なんだね。うまっ、さっぱり、ゼロカロリー。ポン酢は変わらないよ、いつ来ても安心安全。なんかさ、ママがさ作るさ、ピーマンの肉詰めとかもさ、めっちゃ好きだったんだよね。なんかピーマンって肉詰めるとさ、マジで一瞬で美味しくなるよね、不思議。さっぱりした、さっぱりしたって何。そしてやってきました、みんな大好き鉄板焼き。まずさ、この山芋の鉄板焼き、マジみんな好きじゃない、特に女の子。よいしょよいしょ。鳥貴族の山芋大好きピーポーからしたら最高、待って、やばい、たまらん。おいしい、おいしい。こんなにさ、めっちゃ長芋フューチャーしといてるし、食べたの2回目ぐらいだわでもなんか勝手なイメージだけど、この長芋、なんか友達とか行くと一番最初は頼まないので、2、3回目ぐらいにそろそろこの鉄板焼き行くかみたいなそのなんてそのポジ、どのポジ、なんか一発目はなんかみんな串をもううわーって食べるじゃん。でなんか一旦これもう行くか、行っちゃうか、ついに行っちゃうかみたいな、そんなノリなのかな。おいしい。この鳥貴族がさ値上げしちゃうのちょっと悲しいね。でもしょうがないよね、原材料とか今多分めちゃくちゃ上がってるもんね。学生とか庶民の味方だった鳥貴族が、なんかさ、多い時で私ほんと2日連続は行ってたし、週にほんと 3、4回行ってたんじゃない、学生時代なんかは。ありがたい、お世話になった。じゃあ鶏かま飯来ました。これね、火がね、火をつけてくれたんだけど5分ほど蒸らすらしい、待ちます。はい、ということで、完全に釜飯で顔面が隠れておりますが5分経ったかな、いけるかな。まだでした、多分ね、できたと思う。オープン。わー、おいしそう、グツグツ言ってる、閉めちゃったこれしゃもじで混ぜるんだ、すごい。見て、なんかさ、湯気が出てきた、やば、ちょ、まだだわ。はい、もうね、マジでお願い、もうね、食べさせて、食べれる、きっと食べれる、3度目の正直。まだだな、これそんな時の。
ちゃめっても美味しい。てかさ、なんか食べ飲み放題みたいなのもやってるんだね。4名様以上から当日でもワンチャンできるみたいな。すごい、3182円。でもなんか学生時代かな、一時期めちゃくちゃダイエットにガチってた時があって、そんな時はなんか鳥貴族来ても煮卵と砂肝しか食べなかったのマジで最悪な女。なんかさ、逆にさ、周りにさそういう子がいたらちょっと気を使うよね最悪。でもめっちゃ痩せてたんです、その時は。でもなんかそうやってガチダイエット、まああんま良くなかったけど、ガチダイエットしてた時があるから、なんかすごい今ね食べれる幸せを噛みしめております。むしろ噛みしめすぎてる。こっちもいけるべ。いただきます。初めて食べる。350円。これも350円。安っ。マジか。おいしい。そりゃ一押しだよ。うまいよ。いつから値上げかっていうとね、なんか5月から値上げらしい。でなんか10円値上げで全品360円なのかな。それでも安いけどねこれも360円。みんな鳥貴族で締めとか何食べるんだろう。じゃーん、デザート来ました。デザートはですね、トカチアズキとミルクアイスでございます。うまい、うまい。キャラメルソースか。うん、キャラメルソース。なんか私ね、バニラアイスはそこまで好んで食べないんだけどね、このキャラメルソースいい。あと小豆と生クリーム、うまっ。でもさ、小豆とキャラメルソースって合うんだね。おいしい。生クリームと小豆マジで最高。うまー。なんか今さ、すぐ近くに外国の方3人組がさ、鳥貴族で食べててさ、多分安くてさ、こんなボリュームで美味しいって、オー、ジャパン、ビューティフォー、素晴らしいってなってるよね、絶対。うまっ。最後の一口。ごちそうさまでした。そしてお会計は3500円。安っ。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。安心安全鳥貴族、値上げしてもね多分好きなので通うと思いますが、ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。